の第2試合東京プリンセスカップトーナメント準決勝時間無制限一本勝負を行います。
曲がランダムで鳴り続けます。でその入場曲の選手になりきって試合を行わなければなりません。そして10分間終わった時点でポイントの多い方の選手の勝ちとなります。苦しくなるぐらい複雑な気持ちで迎えなんかこう過ごしてたと思うんですよね、はい、でもまあもうねこのリングの上で今立ってる彼女たちはもう戦いそれだけではあるんでしょうけどすごく本当に楽しみですね。さあメインイベントのゴングです。お下がりください。さあ水木が行く。プランジャスイシーだ。ある程度のジャンプ高さがないと決まんないと思うんですよ。水木が行く。そしてフットスタンプ。爆発力がすごいんですよね、水木って本当に。一気に動くんで。トップコーナーに登って。ダブル。迎撃。続優勝という勲章を。エプロンだけど。おお。ちょっと開いた。うわ。うわ。来るか。ありとあらスタンプ行くのか。いやコンプリートショット、ショットだ。魔法少女ブラッシュパス。もう水木がなりふり構わず姿顔と形なの気にせず必死になって坂崎の攻撃を止める。何を見せるの、何を狙うのか、お互い。さあ、普通でいけばブレンバスターだけど、キューティースキー。なだら式のこれ、キューティースキーですかね。あー、出た。この時を狙っていた。ダブルフットスタンプ。もうここしかない。だが坂崎も動く。切り返して、マジカルメリー。立ってこいということか。ああこんな戦い、こんな戦いになるなんて。が悪いですね。ああ、でも意地意地、これは私にだってという思いが。ああ、うわー、重いよこれは。ローリング合わせた水木。すごい。そしてキューティー出せない。仕掛けてから決めるまでの鋭さというのもね、かのような坂崎優香。ローリングエルボー、さらにかけて魔法少女バスターでいった。この技で勝負を決めるか坂崎優香。魔法少女ニワトリ決まった。チャンピオン防衛、4度目の防衛に成功です。勝者、あーでも決まった。
2023年3月18日、東京有明コロシアムグランドプリンセス 2-3 全10試合対戦カード決定。オープニングマッチ、シングルマッチ、スズメ VS 遠藤アリス。第2試合、8人タッグマッチ、桐生真宙、上原若菜、ひまわり、しの VS 鳥羽美香や、東賀、春、もも。第3試合、6人タッグマッチ、ノア光、角田奈緒、ラム会長 VS 愛のゆき、ラク、原宿ポム。第4試合、シングルマッチ、水波亮 VS 宮本萌歌。第5試合、タッグマッチ、中島翔子、ハイパーミサオ VS アンドレザ・ジャイアントパンダ、猫春菜。第6試合、タッグマッチ、サキ様、メイサン・ミッシェル VS 神福ゆき、ビリー・スタークス。第7試合、スペシャルシングルマッチ、アジャコング VS 新井ゆき。第8試合、インターナショナルプリンセス選手権、王者渡辺美優 VS 挑戦者辰巳梨花。セミファイナル、スペシャルタッグマッチ、マックスジ・インペイラー、ハイディ・ハウイツァー VS 山下美優、伊藤真希。メインイベント、プリンセス・オブ・プリンセス選手権、王者坂崎優香 VS 挑戦者瑞希。2023年3月18日、東京有明コロシアムグランドプリンセス 2-3、 乞うご期待。